プラハ地下鉄、プラハ地下鉄、メトロ V プレイズは、チェコの首都プラハを走る地下鉄。プラハ市内及び、近郊の交通手段としては最も早いものであり、1日に約150万人を輸送するヨーロッパで6番目の輸送規模を誇る地下鉄ネットワークである。プラハ地下鉄は3路線で構成され、A 線が緑、B 線が木、C 線が 赤とそれぞれが違うテーマカラーを持っており、路線図でもそれに準じた表示がされている。全部で57駅があり、総延長 60km のうちの大半が地下路線となっている。営業時間は午前4時深夜までで、ラッシュアワーには2分から3分おきの運行がされており、年間では6億2000万人の旅客が利用している。プラハ地下鉄は、プラハでバスやトラムといった 公共交通システムを運行しているドープリブニー、ポットニックラベニホミスタプロエースによって行われており、1993年より、通勤電車やバスと地下鉄を接続させたり駐車場を駅に併設するパークライド方式を採用するなどして、遠方の郊外とのプロススカインタグロバなどオプロバ、ピドと言われる交通システムを確立している。このシステムではゾーニングによる、 料金設定が行われているが、地下鉄の駅はすべて中心部の一律料金ゾーン内に収まっている。プラハ地下鉄は大きく三角形を描くように三路線が敷かれており、それぞれの路線が市内中心部で交わるようになっている。乗り換え駅のプラットフォームは各路線ごとに別々に作られており乗り換えには無を移動する必要がある。 また営業中の路線の深さには場所によってかなり差があり、最も深い駅は A 線の N メートル ST ミルー駅で地中52メートルに作られている日本最新の地下鉄駅は都営地下鉄の六本駅で地中42メートル。市内中心部の路線はシールドトンネル工法で作られ、郊外ではかなり浅い位置に走っているため、改作工法が取られている。また、 B 線の一部区間は地上に出ており、ガラスがはめ込まれたトンネルの中走っている。地下駅では、真ん中のホームの両側に線路が敷かれ上下線の利用客が同じホームを使う島式が取られている駅が多い。マステック駅やミューズム駅といった乗り換え駅は、非常に大きな作りになっており、地上への出入り口もかなり離れた場所にあることも多い。そのため、 観光客にとってはとてもわかりにくく、目的の駅についても間違った出入り口から出た場合は、かなりの長距離を歩かされることも考えられる。そのため、多くの駅には、観光客にもわかりやすいよう案内標識が充実している。プラハ地下鉄の歴史は、比較的浅いものと言えるが、何らかの地下交通システムを構築しようという、試みは19世紀からなされてきた。 最初に地下鉄の建設を提言したのはラディスロフロートで1898年に下水道工事のために市中心部の路面が掘り起こされていたことから同時に鉄道路線を建設すべきだと市議会に対して提案したものこれは市当局によって拒否されたまた1926年にはボフミルビレダとベラデミールリストが初めてメトロという言葉を用いて 地下鉄建設を提案している。これも早々に拒否されてしまったが、プラハにおける高速交通システムの発展に大きく影響を与えた。1930年代から40年代にかけては、路面電車を地下に走らせる方法と地下鉄として、独立した交通システムを新設する方法と二つの方法をもとに計画が進められ、第二次世界大戦で経済が荒廃し、 計画自体はストップしたものの付設される3路線の計画までもがほぼ出来上がった。1960年代に路面電車を地下に走らせるという方法を採用することが決定し1967年8月に最初の駅であるエロブニー・ナドラジー駅の建造がスタートした。しかし建設が始まってからすぐにソビート連邦のアドバイザーの影響により計画は 路面電車から地下鉄システムへと変更になり、1974年最初に C 線のフローレンク・ケイサラブ間が営業を開始した。その後も地下鉄建設は着々と進められて1978年には A 線の一部が、1985年には B 線の一部が相次いで営業を開始した。その後は各路線の延長工事が進められ現在の形になったのは、 センリジビカ、イマクニスモートルカンが開業した2015年のことである。また1990年には、ビロード革命により、共産主義やソビート連邦の影響を受けている、駅名の多くが解明された。また老朽化した、ロシア製の車両の交換作業が進められ、2007年に完了した。2002年プラハ地下鉄は、中央ヨーロッパ周辺でも多いを振るった洪水で、 壊滅的な被害を受けた。19の駅が浸水し、プラハの交通システムは麻痺し、その被害は70億チェココルナ、約350億円とも入れる。被害を受けた区間は、その後数ヶ月間にわたって運休し、最も大きな被害を受けた、クリッツアコバ駅が営業を再開するのは、翌年の3月のことであった。現在はいくつかの駅に洪水により浸水した水が、 どこまで達したかを示す金のプレートが設置されている。2004年には、C 線がさらに北に延伸したが、その際ブルタバ川を横断するトンネルの敷設方法で、イジェクティングタノルズという非常に変わった方法が取られたことでも知られる。また、a 線は、車両基地の建設のために東に延伸し、初のトンネルで覆われていない、地上区間となったほか、シーは、都心と北東にある、 住宅地域をつなぐために2008年にさらに延伸した。A 線と B 線の乗り換え駅であるマステック駅は小さな橋という意味で駅周辺の一帯を指す地名である。もともとこの地名に由来は分かっていなかったものの地下駅の建設の際に中世に作られた橋の袋が発見されたことでその由来が判明し、現在その残骸は マステック駅の北西の出口近くで見ることができる。A 線の N メートル ST、見る駅にあるエスカレーターは全長100メートルあり、建設者によるとヨーロッパで最長のエスカレーターということである。このエスカレーターは乗ってから降りるまでに約2分半かかる。プラハ地下鉄は新たに D 線を建設する計画がある。D 線は市の中心部から 南部方向に伸びる路線で、無人運転になる予定である。計画通りに進めば2018年に着工され、2022年、または2023年に完成する。また計画はまだ確定していないがさらに、E 線を建設する動きもある。また、A 線に関してはさらに路線を伸ばして、最終的に、ルズイニー国際空港に接続させようとの道もある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。